何度も言いますけど、誰がね、誰が総理総裁になろうが、大して変わりゃしないんですから。売国である自民党が、誰が売国とがね、どの売国度がこう総理になろうが、総裁になろうがですね、あんたは党としてガラッと変わるってことは絶対にありえないわけですのでね。誰がやっても同じですから。あの、裏金がとかですね。あの、まあ、これまでのね、自民党の失勢ですね。ほんで、あの、増税続きでですね。で、その増税路線をやめるわけじゃないんですよ。 増税路線やめるわけどころか、さっきも書いてましたけれども、新しい総裁になって、総理総裁になってえ、より一層増税を進める。とんでもない売国政党というかね、もう下級国民のことなんか知ったこっちゃないんですよ、彼らにとっちゃですね。誰がなっても同じですけれどもね、誰がなっても同じだけれども、本当に下級国民のこと丸っきり考えないっていう、そんな政治が行われるんだっていうことです自民党のね、お偉いさんが、 国民のね、話を聞いて、あわかりました。じゃあ、自分たちのあり方変えます。自分たちはこういうふうにやります。なんていうことありえないんでね。今までもやってないでしょうに、ね、そんなこと。で、さらにね、移民問題もありますけれどもね、要は何一つ解決しないまま、まあ、選挙っていう形になるんですよね。いや、あの、魔人ブーじゃ無理って書いてる人がいるけれども、君たちはね、本当にね、馬鹿だなって思うのは、ここに来てる人はそう思うんですよ。ここに来てる人ですよね。でも、一般の世論は違うんです。 一般のね、タゴサクは、ここのね、コメントに来てるタゴサクは多少なりともね、魔人ブーにしてもね、自民党にしても何やってきたかっていうことを桜井がしつこく言ってるから、ああ、大体わかるから指示できないってやるけれども、一般のタゴサクはそれさえわからないんですよ。知らないわけですから。同じタゴサクでもちょっと違うっていうね、君たちのこと褒めてるんですよ。うん、一応ね。 タゴ作だけれども、まあ、ちょこっとね、も、ま、う、あ、ちょっとだけね、他のタゴ作、一般のタゴ作に比べれば、ちょっとこう、身長伸びたかなっていうね。悲しいぐらいにバカな国民しかいないので、多分ね、総理になった10月1日以降に世論調査が行われるでしょうけれども、内閣支持率とかね、そういうのを見たら、ぐんと上がってるわけですよね。だからさっきも言ったけれども、大抵の場合にはですね、ここで選挙打つんですよ。本当に情けない話ですけれどもね。 ここまで追い込まれてね。日本がここまで追い込まれて、で、騒ぎ始めてる。まあ、騒がないよりは騒いでる君たちの方がよっぽどマシっちゃマシなんですけどね。物事マシロンで語るようになったらもう終わりなんですよね。まあ、カバコのことね、散々批判してはいるんだけれども、なんでね、こう、カバコが総裁選に勝てなかったか。あの、カバコはね、自分自身のこう悪いところですよね。反省すべき点を全く反省しないバカ女ですから。 反省しなきゃいけないんでしょって例えばこいつが安倍信者、安倍強信者だっていうことみんなさん知ってるでしょつぼぞのね、共信者なんですよ。で、そのつぼぞのやったこと悪いこと、悪いところですよね。アヘノミクスをね、未だに素晴らしいにだで、さらに言えば、そのですね、つぼがやったですね、移民政策ですね。この移民政策で今の日本がどれだけ苦しんでるかっていうのはみんなわかってるでしょうに。であれば自分が、 やってきたことが間違ってたって言って認めなきゃいけないんですよ。でも一切認めずに、もうやーれね、出来もしない約束ばっかりするっていうですね。ふざけんなっちゃう話ですが、ねで。こういうやつが実は一番ですね、あの、はっきり言いますけど、たちの悪さで言ったらね、たちの悪さで言ったら、このね、魔人ブーよりも、ツボイチカバコの方がよっぽどひどいよっていうですね。ねえー、カバコが日本保守党に行くでしょうか、えー、壺ツボギレン連れて行くわけねえじゃん。 あんたね、行くんだったらもうとっくの昔にね、行ってらーなって、とっくの昔に行ってるんですよ。で、行かないっていうことは自民党にしがみついてるっていうだけの話ですがな、ね。自民党から出るぐらいだったらそもそも総裁選なんか出るわけないじゃん。自分を党首としてね、自分を党首として新しい政党でも作りますがな、ね。日本保守党なんて、ね、言ったってどうしようもないでしょう、ね。そうそう、しがみつくだけみんなしがみついてね、で、保守っぽいことを言うだけなんです。 だから立ちが悪いって言ってるんですよ。もう常にそうですけれどもね。